こんにちは。箱穴ね、小雨降る中箱穴周りを、見回りをやってるんですけど、前にもね動画で出したところ出したことがあるところです。すごいですね、ここで。この上に、箱穴をこのねちょこっと上がったところへね箱穴を置いてあるんですけど、まあ、イノシシがね、この下の段には来てるんですけどね、ここをちょこっと上がったところには、全然来てないんですよね。足跡はこういうのはあるんだけどね、今その箱穴のところへ来ました。狩猟はね解禁して結構ね、鉄砲をねパン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 みんな撃ってるんで、そこそこ山に入ってるやつがイノシシなんか、あ、ひょっとしたらここちょこっとね食べてるかもしれない。ここもね、鉄砲ね撃ってるんで、イノシシがね結構いろんなところへバラバラになるんじゃないのかなというような気がします。鉄砲撃ってる箱穴の近くの箱穴なんかはねもう全然イノシシのね気配が、なくなっちゃってます。ここがね、この下の段のところへね、イノシシが結構来てるんで、この箱穴ひょっとしたら、またね、一回餌場としてね覚えてくれれば、まあここへそこを食べてそこがちょこっとねかじってあるような気がするんだけど。誘引に成功して、なんとかね捕獲、11月はね全然捕獲につながってないんでね、なんとか捕獲したいですね。じゃあね、そういうわけでトレイル、これ SD を交換して見て帰りたいと思います。はい、今ねトレイルの SD を交換 して引き上げたいと思います。今日はね箱穴見回りやってて、1台ほどやっぱりタヌキですね。タヌキに箱穴扉をね落とされてた箱穴が1台ありました。でまあ中身はね空っぽでね、間から逃げたんだと思います。ここもね本当にねこれだけねイノシシがねやっててね、なかなか箱穴の前までは、箱穴の前こういうふうにやってね荒らしてくれれば一番わかるんだけど、箱穴のない下のね家がすぐ立ってるね、空き家になってるんですけど、そこのすぐ脇のところをね庭ですね、庭はすごい勢いで荒らしてます。おそらくこれ上ね竹林があるんで山の方から降りてくるやつだと思いますね。それではね、今日は。